頼もう。それ道場に入る時の掛け声でしょ。おお、そっか、私も言いそうになっちゃった。青龍院桜子、青龍院桜子、青龍院桜子。あなた、いちいちフルネームで呼ぶのやめてくださらない？あ、立ち聞きしてたの？偶然聞いたのよ。青龍院桜子、声がうるさいだけのあなたと同類にされることは遠慮したいわね。なんだと？青龍院。青龍院くん。なんでできるか？できるのか？待て待て待て、ルイ君とネネルボちゃんがビビビビビ、いくらとっても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 感動したよ。ミスターライリー。やあ、ハローエブリワン。あ、はい。まだ一度も魔法を見せてくれたことないじゃないですか。何を見とれてるんだ俺は。特に中高生の間。皆様、本日はどうも。ありがとうございました。ブラーボー、ブラーボー。あ、そっか。ちょっと何か黙ってんの？あんたのことだから、どうせ大声でウォーとか叫ぶんだと思って。なんと素晴らしい光景かと思ってな。うん、これってやっぱりとってもとってもワンダホー。よし、それではワンダーランズショータイム集合。はい。というわけで M、 いつものやるぞ。いつもの？うん。あ、お兄ちゃんたちも一緒にやろう。私がこう言ったら。はあ？俺は絶対やらないからな。なるほど、面白そうだな。兄貴？じゃあ行くよ。みんな頑張ろう。ワンダホーイ。なんで翔介お兄ちゃんはやってくれないの？誰がやるか。なんだこのアホみたいな掛け声は。まるで子供の頃のようだな、翔介。ではワンダーランズショータイム、華麗なる第2幕のスタートだ。